はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。前回はですね、騎士みたいなやつをメイス君と一緒に倒して、マデューラに戻ってきたところです。ここから先もう一つなんかルートがあるみたいなので、そっちの方をやっていきたいと思います。で、あと白ファントムを召喚すると自分完全にチキンになり下がるんで、白ファントムはですね、ボス前の、ボスがどうしても倒せない時のみ召喚していこうと思います。ので基本は一人旅で、でボス戦がどうしてもダメだったら、白ファントムを召喚するっていうような流れでやっていきたいと思います。じゃあ、1万6000ポイントあるんでね、レベルアップさせましょう。この女の人ですね、例によって。ベアーオフザシークソーシークザレストディスレベルアップお願いします。さあどうしましょうかね。とりあえず筋力結構あるんですけど、やっぱり武器扱うにはこの筋力の必要ポイントがね結構高くないといけないんで、まず20まで上げましょう。あと他にも上げたかったのに、ちょっともう一回お願いします。で基本20くらいまでがまず一つのポイントみたいですね。なので生命力と持久力と体力を上げつつ10、まず10にしましょう。うわ足りないまあいいや、とりあえずこれでいきましょう。じゃあ生命力11、持久力が3も上げたのか、体力1上げて、よしこれでいきます。うわー減った、よしこれでいいでしょう。で多分バスターソードがなんか使えるようになってるかな。あ、そう、ガーディアンソード手に入れて、25の20とか言ってめっちゃすげえな。まだ当分先ですね。バスタードソードが使えるようになって、体験ですね、体験。多分隙が多そうな気はしますけども。攻撃力めっちゃ上がるんで、バスタードソードちょっと装備したいと思います。OK! あ、でかい。とりゃー、やっぱり動きも、うわ、鈍いな。三連撃。一発一発が重いと信じて、よし、じゃあ行きましょう。3320もなんかもったいない気もするけどな、死んだら。この下とかなんか行けそうな気はしますけどね。下にほらアイテムがあるんですよ。ただなんか確実に死にそうな気はしますけど。ほらー、どっから行くんだっけ。あ、そうそうそう、こっちこっち。ここで最初盾を手に入れて、でちょこっと進んだら騎士がいたんで自分逃げ帰ったんですよね。ああそうそう、最初の方こっち来ましたね。しかし今の俺はかなり強くなってると思う。どこだっけな、そうそうそう、ここに盾があったんですよね。で、ああそうだ、思い出した、なんか水門みたいなのがあって、ここのレバーはもう下げたんだけど、もう一回やらないといけないのかな。あ、もう一回やらないとダメですね。よーし、あそうだ、ガーディアンソードだけじゃなくてガーディアンシリーズ手に入れたんで、ちょっとそれも見てみましょう。ガーディアンシールド。お、筋力16あれば使えるぞ。あー、ダメージカット率が 100% だ。すげえ。炎とか属性攻撃には弱そうですけどね。ちょっとガーディアンシールドにしましょう。あとは、鎧ですね。どれだ?あれ?ガーディアンシール、ガーディアン系の頭がない。あ、ガーディアンメイルはありますね。めっちゃ重いな。右上に出てるのが重量なんですよ。で、重量オーバーすると動きがめっちゃ遅くなるんで。なんか確か 75% 以上とかになると動きが鈍くなってみたいな。多分 50% を切ってるのがいいんですよね。確かですけど。ちょっとこれで進んでいきましょう。なんかちょっとずつ騎士みたいになってきましたね。そう、ここ
弓でチクチクやろうかなみたいなことを言ってたけど、やってみましょう。こっから狙って、ほら、うわ、しまった、間違えた、気づかれたけど、うん、やっぱりチキン戦法っすね。これでいきましょう。こっちまで来んのかな。6とか言って、当たりどころが悪かったのかな今。ちょっとあんま動かないでよ半分くらいになったらちょっと戦闘挑みましょうか。あ、盾でガードされてんだ。盾でガードされると6とかですね多分。こいつどう思ってんだろうな。あ、やばい、なんかすげえ近づいてきた感があるけど引っかかってんな。あれ、なんか怒ってったかわいそう。オッケー、なんかそこそこ経験値入りますね。で、どっちだ。あ、ここにかがり火がある。バーン。ここはかがり火だけかな。あとは、あー、そこにアイテムがありますね。おお、びっくりしたー。ちょっと待って、ごっついな、やっぱり。痛い痛い痛い。あ、ただあんまりスタミナ減ないな。いって、いや、ご了承でいける。あ、痛い、いった、危ない、おりゃ、うおー、痛い。バスターソード強い、バスターソード、やっぱり。おお、死にそうだ。ただアイテム貫き、何これ、骨粉全く読めない。エストビン使いましょう。うん、ファイト一発。オッケー、じゃあ次こいつのアイテムを取って、あとはどっちだ、こっちか。うわ、またいるよ。ちょっとここ狭そうだな。まあ狭そうだけど盾装備してんな。隙をついて23か。え、4連打。今は立った、当たんなかったな。ラッキー。1。うん。痛い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 。3。ほーら。あ、甘い。スタミナがない。スタミナがない。うわー突き落とされた。やばい。死んでしまった。はい、では再び亡者に戻ってしまいましたけど、やっていきましょう。こっからですね。ちなみにさっき一回死にました、もう一回ここに来る前に。こいつどうしよう、なんか突き落とせないかな。俺突き落とされて死んだからな、さっき。これでトーッとやって、あそこにアイテムが見える。トーッ、痛い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 。あ、怒ってた。さよなら。ちょっと足場もそんなに良くない感じですね、そうすると。ロイドの護符。なんだ？なんか今、音がしたけど。これ何？引く。よいしょ、よいしょっと。なんだ、なんだ、なんだ？わっちれ、なんか怒ってるぞ。まあいいや。先に進みましょう。ボスの予感、そして狙撃ポイント。あ、こっから狙撃しろってね。よーし、狙撃していきましょう。あいつね、あいつ。よいしょー。立てか、うお、お、来た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 。なんでだよ。ちょっと待ってよ、ここ攻めーな。甘い。うわ、大振りだな、こいつ、めっちゃくちゃ。トーリア、おお、怖え怖え怖え。あ、やばい、落ちる落ちる落ちる。もういっぱい、ほら、逃げろ。めっちゃ減る。ほら、これやっぱり強いけど隙が多いな。うわ、来た、何匹いんのこれ。ひよっとこう、お、すげえ、ひび割れた青い瞳のオブ手に入れた。
待って、こいつはそこそこか。ジャンピング、待って、落とされる。またちょっとこっちまで逃げる、撤退する。やばい、これ二人はやばい。とー、逃げろ。あー痛い、スタミナがなくなった。痛い、いやー痛い、死にました。はい、何回か死にましたけれども、戻ってきました。多分中の兵士たちは全員倒したと思います。いないでくれ頼む。あーいないですね。まあ最大ヒットポイントも上限が結構減ってますね。うん、どっちだ、こっちかな。何にもない、下に降りていきましょう。あ、いるな。やっぱ弓でとりあえずチクチク攻撃するのがまずは有効ですからね。100ダメージくらいは与えられる。これは体験持ちですね。そろそろまずいかな。こいつはただ大振りなんでね、まあダメージはめっちゃ食らいますけど。とー、うわー痛い、やばい、死ぬ。あーやばい、これジャンプ攻撃で失敗するとちょっと隙がでかいからな。あと剣ショートソードに持ち替えました。めっちゃ隙が多いんで、やっぱりあのバスターソードは使いづらいです。ちょっとまだやばい、エストビン飲みたいなー。やばい、うん、うまい、よし。うー、危ない。あと2人は、あいさつ倒したか。へい。ソウルもだいぶ溜まりましたね。5200。使いたい。ここは何？行けんの？歩いて行けんの？あー、行けた。安全地帯。本当に？こんなとこが安全地帯なの？緑。花草っていうのかどうか知らないですけど、この先ジョグが有効だ。何ジョグって、慌てるんじゃない。いや慌てるよ。え、ボスの予感、マジで、マジですかい。竜騎兵、うわかっこいい。お、長い。どうする、撃って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 、めっちゃ撃って撃った。おお、やられた。では左の方にもちょっと道があるみたいなんで行ってみましょう。うわ、騎士がいる。今もうかなり何回か死んだんで身も心もボロボロです自分。ここでチクチク、うわなんで2体来るんだよ、よりによって。少しでも減らしとかないと。2体同時っていうのがきついんですよねこれ。また間合いを取りつつ、この広いところで弓でやっていけば。逃げろ、やったーい、やばい、痛い。死んだ。はい、今ですねお助けキャラを一人召喚しました。多分少し経てば出てくるでしょう。一応この人も召喚しとこう。あれできなかった。一人召喚してるときはダメなのかな。あ、来た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 。お願いします。もう自分無理っす、本当に。お願いします。行きましょう。
ここら辺の敵はもう死にまくって倒しまくっていなくなっちゃいましたからね。こっからっすね、こっから。マジ無理っす、ここ行ってる。勇敢すぎる。大丈夫か本当にあの人。あ、防御力強いな。うわ、知らないでくれ、頼む。うわ、勇敢すぎるマジで。あ、大丈夫か。死ぬぞあの人。飲んでる飲んでる。ファイト一発。俺すんません、もうこんなことしかできねえっす。イエーイ。おお、すげえ。ありがとうございます。すんません本当に役立たずで、まあ、あとはまたここから狙撃しつつ。さあ、あの人はどうしてる、立ち向かってくれるか。お、行ったー。さすが。やっぱ小ぶりの剣の方が多分使いやすいんですよね。すいません、あ、これ触れよ。お願いします。あ、サインいっぱいあるじゃんここ。やっぱりボス前だから、あと一人が来るはず。その人を待って、これだけかな、できんのが。いまいちこれコミュニケーションが取れないから。あー、来た。人々すでに減ってんだけど、あの人。お願いします、お願いしまーす。いきます。おお、来た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 。俺のソウルがある。痛い。おお、すげえ。あの人は食らった。とりあえず回収しようっと。ほらほらほら、よし、タコナ振りだ。メイス持ってる人結構いるな。おお、痛い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 。いや、タコナ振りですね、やっぱ3人目と。よーし、ありがとうございます、ありがとうございます。同じことやってる。俺右の人とほぼ同じ行動をとってんな。どうもありがとうございました。なんか一回ちょっと帰りたい気もしますけども、ちょっと進んでみましょうか。どっちだ、なんか、あ、こっち行ったら死ぬな。いやー、ほんと自分チキン野郎なんで、すんませんこんな。あ、あった。はい、というわけで新たなかがり火で、来ましたので、今日はここで終了したいと思います。皆さんどうもありがとうございます。本当に自分一人じゃ何もできないです。